はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、そうだ、YouTuber になろうの、まあ、番外編というかね、ここ結構ね、これはね、YouTuber にならない人でも、スマホを使う人だったらね、ぜひ見といてほしい、大事なところになってきます。メモリーカードのお話をしたいと思います。我々、メモリーカードというのは、まさに命綱でございます。大切にね、取った情報をね、保存しておかないといけませんし、このメモリーカードをなくしたってなったらね、大変な話になります。確か東海オンエアさんで一番重たい、罪が、あれですもんね、データを使用していた。これはもう YouTuber なんですね、やっちまったっていうこともありますし、うん、2パターンありますよね、メモリーカード物理的にあれどこ行ったっけっていうね、ちっちゃいんですかね、こんなちっちゃいやつなんでね、あれどこ行ったっけ、あのデータ入ったやつどこ行ったっけっていうようなケースもありますし、もう一つね、あるのがね、あれですね、メモリー間違えて削除ボタンを押してピッて消しちゃうとね、メモリーって特性上、後からね、ゴミ箱から復活とかそういったね、復活ができないんで、あっ、いうことがあったりもします。各位置でやらかしたことありますね。それぞれ一回して、っていうことがあったりもします。このね、重要なメモリー、これに関してちょっと押さえておきたいところをね、いろいろとお話をしていきたいと思います。それでは行きましょう。ってことでね、話していきます。で、まず大事なのが、自分が使うカメラがね、どの規格なのかっていうのをね、まず押さえとかないといけません。で、私の場合は、こういう、普通の SD サイズのカードのやつを使ってます。これがスマホとかだと多分このちっちゃい方のね、このちっちゃい方の、やつになっているかなと思うんですけど、これを、ね、直接刺すっていうような形になっていると思いますけど、うちの使ってるフィルムカメラは大きいやつなんで、この大きい作品になってますね。 GoPro とかどっちなのかマイクロなのかな、結構ちっちゃめですもんね。ビデオカメラだとこっちの客の方が多いのかもしれない。でも 4K だともう基本的にこっちのサイズだと思っていいです。まあただね、わからなかったら別に基本的にね、いいやつだったらアダプターついてきますんでね、こんな感じで、アダプターがついてくるんだ、これちょっと別はいいです、3台ですけどね、ね、挿して使えば大丈夫ですよというところがあったりします。で、ここからね、重要な話になってきます。まずメモリをね、選ぶときのね、重要なポイントとして、これも全部に共通していること、スマホの方の人はとりあえずここを押さえておけば大丈夫。アマゾンのマーケットプレイスとかで、たまにすっげー安いのとか売ってるところあるじゃないですか。サードパーティーみたいなところで。え、何これって。一応ね、大手メーカーのやつみたいなの書いてあるけどっていうので、あれ安いわね、128GB とか1000円ぐらい売っとったりとかね。あったりするじゃないですか。あれは、ガチでやめといた方がいいです。これ、中古のメモリーカード全般にも言えることなんですけど、基本的にメモリーカードは新品の方がいいです。っていうのは、単純にその、壊れる、データが壊れやすいよとか、そういう話もあるんですけど、耐久性っていうね、ところとかもあるんですけど、一番怖いのがウイルスの可能性なんですよ。で、安いやつの場合は、ウイルスが仕込まれてる、マルウェアが、仕込まれてるっていうのがあって、もう刺した瞬間、勝手にそのウイルスが、ピッて読み込んだ瞬間に自動的にシュッて入ってくるっていうようなプログラムが実際にあるんで、これは気をつけた方がいいです。そうするとね、あらの犯罪にね、手を染めてる、本当にありえますか、話なんで、実際にね、自分がね、使っとったカードの番号が盗まれるとかね、そういうようなに使われるのは一番目のこのパターンですね。メモリーだけは買うところで、ちょっと、ちゃんとしたところから新品を買うのをお勧めします。これは強くお勧めします。っていうのを、共通の話として、あとはね、ここから先は、実際に YouTube で動画を撮りたいなって人とか、あとはね、スマホの人でも、例えば TikTok とかやる人で、ね、なんかね、SD カードに保存しようとするとね、よくエラーが起こるんよとかっていう、人ね、新しい新品買ったのにエラーが起こるっていう場合は、そういうのじゃなくてもね、そういうのでなってるんやったら、やつが完全にスワップ品っていう可能性があるんですけど、その怪しいところから買った場合はね。で、あなたの情報がいろいろと盗まれて、スマホが、ウイルス感染して、大変なことになって、収集さんですけど、なんか、それが、気をつけた方がいいんですけど、そうじゃないやつでも、なることがありますよと。で、その時は、いう悩みを持っている方には、ちょっと確認してみていただきたいところがあります。っていうのが、メモリーカードってね、ちょっとこれね、ちょっとちっちゃいんでね、拡大したやつをね、写真で載せときますね。
で、この写真見てもらったら分かると思うんですけど、メモリーカードを見たときに、なんか、C のマークって言ったらいいかな、視力検査の時にはいわゆる C の、ね、マークのところに、まあ、これを今画像で出てますけどね、に、なんか数字が書いてあるやつとか書いてあるじゃないですか。ね、でっかく書いてある、何ギガバイトって書いてあるのね、容量ってのは多分すぐピンとくると思うんですけど、ね、これ、ね、でっかいやつはこれやったら32とかね、いうことですね。128ギガバイトって書いてあったら128ギガバイト、大きい容量のやつなんやなってことですね。で、容量に関しては、まあ別に32でも数字が取れるんで、全然いけるっちゃいけるんですけど、まあね、私みたいにすごい何時間もね、1日にもう1日20時間とかね、カメラ回すような人だったらもう全然ね、足りなくなっちゃうんで、この SD カード。でも20時間だったら、1本でいけないか、13時間、 HD 画素をやったらね、いけるんですけどねっていうことなんですよ。で、大事なのは、そこの話じゃなくて、見た時にね、さっき言った C のマークみたいなの書いてあるのあるじゃないですか。で、このマークっていうのを押さえておきたいんですよね。で、こいつのやつの、はいかな。これ三菱さんのところのやつなんですよね。ですと、バーバティブでしたっけ。ここでしたら、クラス、あ、これちょうどいいや、クラスって書いてありますね。っていう、書いてあって、なんか C のマークのところに数字が書いてありますね。これが、10以外のやつ使ってませんかということですね。で、これ何かというと転送速度なんです。この後話するのは全部転送速度の話になってくるんですけど、の、舗装規格になってますね。で、これ10っていうのが一番速い規格になってます。このクラスっていう中ではね。10っていうのが一番速いのになっとって、4っていうのは相当遅い規格になってます。で、これが書いてないメモリってのは相当古いメモリだと思うんですけど、基本的には動画撮影とかに対応してません。4だともう動画撮影、低画質ならいいんですけど、高画質の動画撮影には4だと、もう対応してない場合があります。ですので4だと、TikTok とかスポットでも厳しくなる可能性があります。あれおかしいなという場合に、メモリ見てみて、もしこれをクラスっていうのが4ってなっとったら、それが原因だと思ったらいいです。その場合は、クラス10、C10 って書いてあるやつ、を、買ってもらったら大丈夫です。じゃあね、その感じはね、じゃあクラス10ならね、一番早いやつやからね、4K もこれでいいやないか、なんやお前、4K 対応のやついっぱい持っとるやないかと思うかもしれませんけど、これはね、非常に気をつけないといけないところで、これ、2K、ですから、HD 画質までだったら、この10が書いてあったら無条件でまあいいと思ったらいいです。ただ、これが 4K になるとちょっと話が変わってきます。で、4K の場合はどこを見ないといけないかというと、同じ、ところに書いてありますけどね、こいつだと、XC とか書いてある、マイクロ SD とかって書いてあるところと、128、44が書いてある、真ん中ですね、書いてますね。まだね、ビーカーみたいなね、ポップみたいなところに数字が1って書いてありますよね。これが、いわゆる、高転送の新しい規格になっております。で、このが1って書いてあれば、基本的にクラス10と一緒なんですわ。ですので、クラス10でなっとって1って書いてあるやつだったら全然 HD とかでも全然大丈夫なんです。ただこれ後から出てきたんで、U1 って書いてなくても別に、使えんことはないのです。このね、でかい SD カードの古いやつなんで U1 の文字がないんで、これでも全然問題なく、撮影できてます。HD なね、クラス10なんで。なんですけど、問題は 4K の場合は、もっと上のやつが必要になってきます。で、これ U で今1って書いてありますけど、これが、3っていうのがあったりします。で、この3っていうやつが、いわゆる、4K 画像でも、保存ができる。まあ、簡単に言うとね、ような企画になってきます。で、さらに、実は、上を求めたりすると、実は、さらに、上のその転送企画とかいろいろと書いてあるのがあるんですけど、まあ、今回は 4K ぐらいまでにとどめておきますので、基本的に 4K でガリガリやりたいよっていう場合は、このクラス、クラスじゃない、UHM だったっけね、あれ U って言うらしいんですけど、あれが3以上買わないといけません。で、これ、試しに、この知識を持って、家電量販店でもいいですよ。行って探してみてください。3のやつめちゃくちゃ高いです。
同じ 128GB のクラス1のやつと比べると、多分、桁が一つ変わってくるかな。これが多分3000円、4000円とかでね、多分、買えるんですけど、クラス3になってくると、多分1万円を超えてくるんじゃないかな。ちょっとこれね、本当に変動相場で、あっという間に DRAM って値段変わってくるんで、ご覧いただいた時にはちょっともう変わっているかもしれませんけど、今だとそんな感じかなっていう感じですね。っていうことなんで、で、しかも 4K になると、そんだけ転送速度がいるってことは、容量バンバンかっこいいわけですよ。ね、10分の動画でね、5ギガとか6ギガとか平気で食ってくるわけですよね。そうすると、何個もね、同じ時間のね、やつを撮影するのに、もっとプラスアルファにいっぱい買わないといけないなので、実はそういう風にして予算が莫大になるんです。4K にしようと思うと。ですので、ね、うちの場合は、そこまでのクオリティのものがありませんので、2K でさせてもらっておりますっていうところもあります。まあね、押さえとくポイントとしては、全員共通で押さえとくべきポイントは、メモリは新品で、ちゃんとしたところから買いましょう。っていうのが一つ目、ですね。で、新品が一つ目。で、ちゃんとしたところから買うが二つ目、でいいかな。うん、で、三つ目は、大事なのは、撮る動画のね、その、どれぐらいの画質のものを撮るかとかによって、そのクラス4っていうのと10っていうのがありますよっていうのと、あちらに U3 のやつでも10とは書いてあります。もう一番上ですよって、クラスの企画で言ったら一番上ですから、それより上は全部10になるんで、10って書いてあるケースもありますけども、それは省いてるケースもありますよね。で、いうのがある。で、基本的に写真とか撮るだけだったらクラス4とかっていう安いやつでもいいですよ。大丈夫ですよ。なんですけど、動画をね、ある程度撮ったりするっていうんだったら、クラス10、U の1って書いてある。を、クラス10、C の10って書いてあるやつか、U の1って書いてある。で、4K を撮るようになると、U の3ってなっていうやつを、選んでいかないといけませんので、それよりもさらに、ちょっといいものとかを、出ないとっていうような、ね、高画質な、よりね、高クオリティな、とか、大量に、ね、データを、転送したいとかっていう場合になってくると、これ、よりね、高いやつとかっていうのが、その U3 の中でもいろんな、やつが、さらに高いやつだとね、めちゃくちゃ高いのがあると何かなと思ったらそういうやつだったりするんで、そこに関してはちょっともう今回は省きますけど、よっぽど需要がないと思いますんで、そのあたりが必要になる方はもう基本的にある程度知識あると思いますんで、いいと思いますんで。ただね、ね、すごい、ね、私すごいお金持ちなのっていう方でね、とんでもなくね、いいね、何十万のカメラで、ね、さあ、YouTube でも始めてみましょうかしら、おほほほという方がね、もしいらっしゃったらですね、そういうような、やつで、そのすっごい画質のいいやつに対応するためには、その U3 でもちょっといいやつで、ちょっと転送速度とか書いてある場所とかがあったりするんですけど、そういうのとかを見ないと、撮れませんわよ、なんてことっていうふうになっちゃいます。気をつけてください。ね。もし、そういった方が、うちのチャンネルね、そんなね、もう何百万のカメラにポンと書いてありますよ、おほほほって言う方がね、もしこのチャンネルご興味いただけるんであれば、銀行口座を教えますので、ね、振り込んでください。よろしくお願いします。なんでそんなオチでいいのか、この動画。ということでね、ワードもよろしくないけど、こんな感じで、メモリーカードね、楽しくね、使用して、お得にね、使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、これはね、やっぱしね、YouTube にとってはね、重要な一要素ですのでね、YouTuber にとってはね、特にカメラで撮る人はね、今の、ぶっちゃけ、今の映像はこのまま直接ハードディスク4テラに流し込んでるんで、全く影響ないんですけどね、こういう撮り方する場合はね、っていうのはありますよね。まあ、それもね、用途に合わせて使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、これぐらいで、言うて結構喋っちゃいましたね。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。